マイズミティープレゼンツ、ファンキルの今夜も全登場。文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日お届けしてます。今日も私、スミ友美ジェナと今泉純プロデューサー、そしてモラルタベガルタ役のあーちゃんとイーちゃんでお届けします。今週2つ目の質問はあーちゃんさんからモラルタのお姉さんの人格で読んでもらいます。今、今泉さんに聞きたいこと。はい、ハンドルネームアレクルータテガミさんからです。今泉 P はサッカーが好きだと思うのですが、好きなサッカー選手は誰ですか？またその選手の好きなところはどんなところですか？サッカーはね、はい、勝負の世界なんで、先に行くのが大事だし。あー、テレビで言ってたんじゃないですか。いやね、お騒がせしましたね、皆さん。ボルゴグラードからね、あれ偶然取材されたの使われましたからね。まあ、日頃からね、このやっぱこういうラジオでのね、コメント力、メディア対応力、それテレビサイズに収まるあのコメントの一言、あの世論の代弁、すべてを俺はあの2秒に込めました、ね。なるほど、さすがです。サッカー何がいいかってですね、はい、もう結局サッカーのゲームバランスって素晴らしいんですよ。わかんない、結局ね、サッカーって確率論なんですよ。確率論、確率論、もう仕事もそう、全てにおいてもうサッカーは人生って言われてるんですよ。それなぜ確率論かっていうとですね、はい、あのなんとなくあの辺にパスしたらシュートが入りそうだなっていうところにセンタリングを上げるんですよ。だからあのよく仕事でもね、お前の仕事の仕方は右サイドバックを上と下に行ってるだけなんだって。ちょっと難しい。こうずっとこうやってお前走ってても、はい、要は得点につながる動きではないんだこれは。つまりお前はじゃあ得点性の高いところにね、ここのポジションだけど、じゃあどうしたらシュートにつながるのか、そういうことを考えなきゃ、お前もう確率だから、もうセンタリングを上げるしかないし、シュート性のセンタリングを上げると、そういう話や。なるほど。それを90分の中でね、あの天気見でもずっと鼻くそをじってね、ゴールの前で鼻くそをじって座ってても、バーンってヘディング入れたやつがもうスーパー選手なの。なるほど、人生じゃん、それ。それがもう確率論ですね。メッシはずっと歩いとるやん。確かに。けど、入れるときは入れる。確率論ですよ。ありがとうございました。なんか、分かってなさそう。分かって。はい、皆さんからの質問はツイッターで募集中です。番組メールでも、募集してますので、ぜひよろしくお願いします。勝負の世界なんでね。また明日。また明日。